いよいよな気分になってきました。これはいける全然。もう一回いける。あ、ダメだこれ。ガくるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。軽くひねってあげましょう。じゃあね、くるちゃんが足のかかとの角質食ってるみたいって言ってたやついってみましょう。はい、こちら小桜餅。くるちゃんも言ってましたけどね、これ完全に数減ってます。12個入りやったから。まあでもね、この世の中あれですから、ガソリンもね、レギュラー170円いってもうたし、明光製菓さん2つ減らさんともやっていけないんでしょうね。お気持ちお察ししますよ。でもまずこれが売れへんと思う。時期俺ら世代がもうジジイになった時とか、まだ大丈夫か、何十年と。その頃にはもう中身4つぐらいになってんちゃうか。1、2、3、4。あんま勝手なこと言ったら怒られる。誰でいきましょう。久しぶりやな、くん。もう俺もそもそも好きではなかったはずです。見た目ふわふわかと思わせといて、かかと食ってるみたいっていう。あれ、思ってたんちゃう。全然硬くないわ。何これ、意外とふわふわ。これは硬そう。あれ、明光製菓さんちょっと変えたかな。なんかもっとすげえ硬い記憶。意外と外カリ中ふわですね。味は変わってないけどね。さくらんぼすごい好きなんですけど、これの味は違うな。さくらんぼではない。変わんでしょうね。くるくる。続きましてこちらですね。パチパチパニック。俺ね、これね、一回いただいて、配信中に食ったんかな。悶絶した記憶がありますね、これ。またあれの再来なのかなっていう感じですけど。あ、これさ、ラムネも一緒に入ってる。ほら、ラムネも一緒に入ってる。飴だけじゃなかった。行ってみようと思いますね。前なんか飴だけやってる気がするんだけど、気のせいかな。コーラ味で、前食ったのサイダー味かな。くるちゃんのサイダー味じゃなくて、あ、じゃあグレープか。ちょっと行ってみます。次はこちらです。裁判ダラダラしてんじゃねえ。くるちょもチャンネル。はい、こちらですね。これ、まあ、くるちゃんも言ってましたけど、俺もこれめっちゃ食ってた。小学生の時、1日で食い切れた記憶がないな、これは。あ、もう辛いわ。いや、あんまりね、これ駄菓子っていうかね、おつまみだと思う。お酒好きな人とかめっちゃいいんじゃない。ああ、タラタラしてんじゃん。くるちょもチャンネル。こういう機会でもないともう一度食うことはなかったでしょうね。しかもあれか、よっちゃんが作ってる会社と一緒だ。そういうことか。よっちゃん工場株式会社はもうあれだ、イカを扱うのが大変お得意な会社なんですね。まあ、たくさんでしょうね、工場ね。ちょもちょも、ラストはこちらです。裁判ペペロンチーナ。まあ、こんなもんなかったですよ、俺が子供の時には。すごいよね、お湯切りとかまでするから。ただのちっちゃいインスタントパスタやもんね。一回お湯入れて作ろうと思います。はい、ということで作ってきましたペペロンチーノ、こんな感じです。はい、あ、溢れちゃう、溢れちゃう、ことまき溢れちゃう、ビギンラブ。まあ食べていきましょう。これ食ってるやつ生意気なガキだな。ちょっと早かったかもしれんな、俺。1分半ぐらいで出しちゃったんですけど、3分しっかりやった方が美味しいかもしれないですね、もしかしたら。なんか2種類の食い方があるみたいで、お湯切りをして粉が入ってるんですけど、その粉を半分入れてパスタっぽく食うのと、ラーメン風にして食えっていう、スープパスタ的な感じなのかな。
お湯を入れたまま粉全部入れてラーメンっぽく食べてくださいって。まあ、でもこれね、麺はねパスタじゃないんよね、ラーメンの麺インスタントラーメンの麺ですね。ペペロンチーノなんてさ、子供の頃まあそんな触れないやん、きっと子供の頃にお家で食べるパスタなんて大体ミートソースとかでしょ。まあ駄菓子っていうところでこう先に大人の階段を登るっていう感じなのかな、わからんけど、まあ、これをその駄菓子として販売しようっていうアイデアと、でもこのサイズ感で、まあこの味、ものすごい企業努力が見えますよね。なんかそうこう言ってるうちに全部食べちゃった。ちょうどいいかも、なんか量的にも。これはちっちゃい子嬉しいわな。ちょっと辛いんかな。美味しかったです。ごちそうさまでした。くるちょもチャンネル。それでは僭越ながら順位付けなんかをさせていただこうと思います。 1,2,3,4,5,6,7,8 8種類食べさせていただいたので、ワースト1とベスト1はちょっと最後にということで、7位から発表していこうかなと思います。7位こちらですね。パチパチパニック。もうこれはほんまにちょっとね、ただ本当にパニックになってしまうので、チョモララテ的にはちょっとしんどいかなっていう感じでしたまあでもこういうパチパチが好きな人はすごい好きなんでしょうね。刺激が足りてないのかな、毎日にじゃあ第6位ガチですね。はい、小桜餅。まあそのパチパチと小桜餅で6位7位ちょっと悩んだんですけれども、嫌ではないんですよね。パチパチはもうちょっとストレスになるぐらいちょっと嫌だったので、ただ味で言ったらコーラとかラムネとかあっちの方がまだ味はいいですよ。これはマジで何食ってるか分かんないもんね、本当に頑張ってほしいですよね、ね、個性化さんまあただもう老舗ですよね、このずっとあるお菓子ですからね、末永く頑張っていただきたいなと思います。5位がこっちですね。タラタラしてんじゃねえよ。ちっちゃい頃あんなに食べてたけどもう買わないかな多分なんとも言えんポジションですよね、5位。美味しいとも思わないし、口寂しいからといってこれ別に食べたいとも思わないし、出会わなければ出会わないでいいでもこれもね、古くからあるお菓子なんでね、引き続きよっちゃん頑張っていただきたいと思います。ここは上位4位ホットフライ。美味しいよ、美味しいんですけど、なんつうのかな、ちょっと俺には味が濃すぎたかなっていう感じしますね。あと食感はあんま好きではない。パリパリはしてんねんけど、なんかもろすぎるパリパリというか、もう少し食感あってもいいのかなっていう感じでした。まあでも言うて駄菓子ですからね、これもね。駄菓子ってそういうとこがいいんやんって言われたら、まあそれはもう、まあそりゃそうですわって言うしかないからチョモララテランキングなので深くは考えずにあ、チョモクはそうなんだねって思っといてくださいはい、これがね意外と上位にランキングしてきました。チョコケーキ、まさかの。これね全然嫌じゃないわ、このチョコは。これは予想を覆す結果になりました。美味しい。2位こちらです。はい、バーン、ヤングドーナツ。まあもうね、これは、まあ、世の成人男性はみんな好きちゃうか、女の子も好きか。うん、しかも40円でしょ。これ別に100円でいいと思うで。これを40円で販売してるのすごいですよね。昔30円だったのかな、まあ、ということで7位から2位まで発表しまして、残るはワーストとトップの発表になります。さあ一体どの商品がキングオブ駄菓子チョモララセレクトに選ばれるのでしょうか。一旦 CM。 歌うしかない、歌うしかない、ここで戦う私の声を聞いて。それではチョモララテのキングオブ駄菓子の発表でございます。1位はこちらです。 You ババーン、フエラムネ。くるちょもチャンネル。
ようよう考えてみたら10個ありましたね。じゃあ正式に言いましょう。1位フエラムネでしょ。で2位がこちらね、ビッグカツ。これはジョングの好き変わらずでした、ずっと。3位ヤングドーナツ、4位チョコケーキで、ここに入ってきますペペロンチーノ5位だわ。でポテトフライ6、7位タラタラしてんじゃねえよ、8位桜餅、9位パチパチパニックで、10位がヌガーでした。これはもう完全に個人的なあれになっちゃうよ。だってこれがだって世界で一番好きっていう人もいるはずやん。みんな好き嫌いあると思いますけど、たまにこうやってね駄菓子を食べて童心に変えるのってすごくいいと思います。駄菓子ってなんかきっとそういうのがあるんじゃないのかな、まあ、美味しい苦手まあいろいろあるけど、食べた時にあの頃にタイムトラベルできるっていうところが駄菓子のいいところなんじゃないかなって思います。すごいいろんなこと思い出した小学生の時のことで、なんでちょっとくるちゃんが食べてたやつ全部見つけれなかったんですけど、あとまあ個人的にまた懐かしいのとか見つけたりしたらちょっと食べてみようと思います。ということで、今日はチョモララ的、駄菓子ランキング付けでございました。おすすめの駄菓子なんかあったりしたらまたコメント欄で教えてください。あとこんな動画作ってほしいとか、この企画やってほしいとか、うちの地元に来てくださいとか、いろいろありましたら2人で考えて面白い動画作っていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ということで今日はチョモララテがお送りしました。また見てね、バイバーイ。また共に歩こう。